ヨハンルートビッヒルンドは、ホルシュタインゴットルプ考領のキールに、生まれのデンマークの画家である。当時デンマーク王が、ホルシュタインゴットルプ考を兼ねていた、ホルシュタインゴットルプ考領のキールに生まれた。父親も、画家で、父親から絵画を学んだ後、1797年から1799年の間、デンマーク王立美術院で、ニコライアビルゴールに学んだ。同じ頃、 美術院で学んでいた、同じく、ドイツ系のカスパー・ダービット・フリードリヒと親しくなった。1798年に展覧会で賞を得て、1799年から、フリードリヒとドレスデン美術アカデミーで学んだ。1800年から1802年の間は、パリに出て、ジャック・ルイ・ダビットの工房や、国立高等美術学校で学んだ。1802年から1810年までイタリアに、 滞在し、デンマークに戻り、1814年に王立美術院の会員に選ばれた。1816年から1819年まで、再びイタリアに滞在し、カファレッリ宮殿で行われた、ドイツ系の芸術家の展覧会に参加した。キリスト教美術の誠実性と精神性を取り戻そうとするナザレ派の画家たちとも交流した。1819年に、 デンマークに戻り、王立美術院の教授に任じられた。同時期に教授を務めたクリストファー・エカスベアノ画風、題材が日常的、写実的であったのに対して、より精神的、伝統的であった。ありがとうございます。